スタートはダッシュがつかず、後方から早めに動いていくも、直線伸びきれず4着でした。また出遅れかよ。新馬戦8馬審査勝利とは何だったのか。新馬戦は相手が弱すぎた。ハーツコンチェルトに新馬戦でちぎられた馬、結構勝ち上がってるんだよね。もうダメなのか。オーシャンエイプス枠。三冠馬誕生とか言われてた頃が懐かしい。サツキ賞には出れなくなった。ダービートライアルに出るか、地道に一勝クラスから出直すか。やっぱ川田うまいな。プラス12キロ。重すぎ。サツキ賞に良い状態で出るためにお釣りを残したんだろうけど、権利すら取れないとはね。松山にはタスケーラがいるし。ハーツコンチェルトはマイラー。外回しすぎなんだよ。松山と川田の差。騎乗も良くないけど、馬も強くない。ダートに行け。この世代は何だったのかが異常に多いな。4着、ハーツコンチェルト、松山公平騎手。勝ち馬をマークしていました。ペースも遅く、早めに動いていきましたが、勝負どころで思ったより動ききれませんでした。結果を出せず申し訳ありません。